今回はポケシネに取り付けることのできるジンバルについてご紹介したいと思います。で、一般的にはこの DMPCC4K につけるジンバルとしてローニン S、 そしてフェユテックのフェユ AK4500 がまあ有名だと思うんですけども、僕はこのフェユアルファ2000を 2,3 年前から使っているんですけども、これに実は取り付けることができたんですね。なので、皆さんがですね持っているジンバルにもしかしたらこのポケットシネマカメラサイズが合わないやつでもですね取り付けることができる可能性がありますので、ぜひその部分をですね紹介したいと思います。で、このフェユアルファ2000の場合は、まあ、通常であれば右の部分がこのジンバルに当たってはめることができないんですけども、それをまずこの逆にします。で、逆にするだけではですねこれプレートも入れることができないので、プレートをこのように反転してですね、反転した状態にこのカメラの下につけることによってこのように入れることができます。そうすることによってこの右側がですねジンバルと干渉せずに乗せることができるという方法があります。これ海外のですねビデオグラファーがちょっと紹介していたページがあったので、その通りちょっとやってみると、お、自分の持っているフェユアルファ2000でもジンバルが乗るんだっていうのを気づいて、これすごい驚きでした。なので皆さんフェユテック、まあ、パイロットフライ、ジーンクレーンとかですね、まあ、いろんなモッツァイヤーとかですねジンバル持ってる方いると思うんですけれども、もしかしたらお持ちのジンバルでこの BMPCC4K をつけることができるかもしれないので、ぜひ試していただければなというふうに思います。